にみなさんこんにちはレインボーコミックス10分でわかる韓国語文献の時間です私姫先生がお伝えします今日は初級13科언제한국에왔습니까언제한국에왔습니까いつ韓国に来ましたかを勉強しますいつ韓国に来ましたかのお過去形 今日は過去形を勉強したいと思います用言の動詞や形容詞の過去形を何々しよったですけれどもこの表現を勉強したいと思います用言の過去形を作るのはこのしよったをつけるんですが用言のあをけの後ろにしよったあ 三子ですね。三子をタをつけます。はい、簡単ですね。陽言のあを K に三子をタをつけます。はい、実際このような陽言を作りながら説明します。はい、行、えー、く、食べる、高いこのような動詞です。よ、皆さんよく見えますか、えー。見えない方はテキストを見ながら聞いててください。 えとまず「行く」「かだ」動詞ですけれどもこれはこの「あおけ」はこの間説明しま,すのしましたのでどのようになるのかだけ見ましょう。かだというのはあおがかとなりますそれに「かこうけい」は先ほど「三四しを「と 青系に三子をたをつけると言いましたね。えっ、ー、と、全部、これに、この青系に三子をたをつけます。はい、こうなります。か、三子をた、それで、かったというのは、いったの意味になります。はい、食べるもった、も過去形は、もごったですね。もご。に、え、三子をたをつけて、もごった、食べた。となります。 はい、えー「高かった」というのは「ピッサった」なります形容詞も一緒です、えー、高い「ピッサダも青系は「ピッサなので三をタをつけて「ピッサった」なりますはい「ありがたい」という意味は「あ困った」と言いますえっ、ー、と「ありがたかった」あありがたかったですねうん はい、えー、こちらは「こまおったあ」と言いますけれども、えー、とこちらも「お」に三所、えー、たをつけてこまおったとなりますはい、えー、次「愛する」という「さらんはだ」という動詞ですけれども「えー、とさらんへいが青け」となるので「さらんへった」となります三所たをつけて「さらんへった」「えー、いるあるいった」は「いっそった」となります。いっそっそた ええー、オーダーという指定詞ですけれども、和着だと基本形がなって、青形は和着を。となって、過去形は和着をた、王であった。王だったという意味になりますね。えー、お金持ちだという、不在だと言いますけれども、えー、お金持ちだったっていうのは。不在をたとなります。 不在だった恩よった,よったいっそった減った困ったぴっさったもごったかったそれぞれ、えー、基本形に基本形の「あ」を形に三四をたをつければ過去形になるということこうなります。はいえー、これ過去形の基本形はこうなるんですけれども実際文章ではこうなります。 비웁니다 따 딸, 와, 고, 나, 리, 마, 스 갔다, 갔습니다. 먹었습니다. 비쌌습니다. 고마웠습니다. 사랑했습니다. 있었습니다. 왕이었습니다. 부자였습니다. 고, 나, 나, 리. 어, 次, 에, 요, 딸, 모 어, 同じですね. 갔어요, 어, 먹었어요. 비쌌어요. 고마웠어요. 사랑했어요, 어, 있었어요. 왕이었어요. ふざよっそよこうなります実際の文章の中ではこうなりますのでこちらも覚えてくださいはい一応基本形の青系にしよったをつけて過去形になるということをこちらで説明しました はい、えー、次、えー、こちら、尊敬語形ですね。えー、同じく基本形ですけれども。えっ、ー、と、こちら、あこの間、尊敬語形習いましたね。えー、せっかく習ったので。尊敬語形の過去形も見てみたいと思います。尊敬語形を過去形にどう作るのか。まあ、作り方は一緒です。えー、尊敬語形の青形に過去形しよう。 三詞をたをつけるということは一緒ですはい尊敬語形の作り方はまあこの間説明しましたので今日は省いてえっ、ー、と尊敬語形の青形ですねこちらあ青形はあこうなりますオーショーシースショーねりーショークムハーショーエップショーエイビオンイシイスシですねとア ok ですけれども実はですねこちらをし O ですね。あー、あと O 以外は全部 OK だと言いましたね。実は OC ここに書きますよ。OC ああこっちに書いた方がいいですね。えー、っとそうですね。はい、えー、もう一回書きます。o しだっていうのは 本当はおし。おですけれども、こちらおしおが、あ、宿されて、おしょとなります。えっ、ー、と、こちらはおしおを使わずに、えー、宿形を使います。はい、それで、おしょとなります。おしお、しす、しお。で、りしお、全部しおですが。えっ、ー、と、こちらの宿泊形しおがしょとなりました。 はい、えー、それだだけ、えー、覚ええてください。えー、っとそれであそうですね「はい、おしょ」「しすしょ」このような「あ」を形になって過去形にするには3をた」をつけるとはい、それで「おしょった」「しすしょった」「ねりしょった」「くむはしょった」えっった「えっぷしょった」「えいびひんいしょった」「いすしょった」それぞれこのような形になります。 はい、基本形は、過去形の基本形はこうですけれども、ピウミダタイ、ヨウタイはそれぞれ、はい、こうなります。ピウミダタイ、おしゃすみだ、ヨウタイ、おしゃっさよ、しすしししゃっさよ、こうなります。はい、実際ではあ、こちら、文章ではこちらを、こちらが使われますので、こちらもよく覚えてください。はい。 えとあ過去形こっち先ほどこちらでですね、えー、と敬語形はあ基本形から敬語形に,あ敬語形に作ってそれからまた青形になってそこから過去形の三四をたをつけるとこのような段階で、えー、作ると説明しましたけれどももっと簡単にここから。 ここにこにの段階じゃなくてここからここに作れる方法が簡単な方法があります。はい基本形の五感から「ショッあるいは「ウーショット」をつければくあの、えー、と敬語形の過去形ピウミだったいた体が作られます。はい 実際見てみましょう。こちらこちらが基本形ですね、えー、尊敬語形の過去形は？えー、こちらおっしゃったシスシャッターデリシャッタこうなりますけれども。と先ほど申し上げたように、えー、パッチムが股間にパッチムがな,ないので、シャッターえシャッタけをつけます。それでおっしゃったとなります。知った洗うの時は？し

ですね。えっ、ー、と行ったの場合はパッチムがあるのでイスウーショとなります。はいこのようになります。えっ、ー、とこちらの方がもうちょっと簡単かもしれません。はい気温にだった状態はそれぞれこうなります。ここからこう変わるのはまあ簡単ですのでえっ、ー、とこちらか先ほど説明し,しましたそちらかどちらか簡単なあ方法を皆さんが選んで、えー、覚えてください。

はかだですけれども、かだというのは行くという意味と去るという意味があります。それで行きましたっていうかすみだこうなりますね。この人っていうのはこれまでに説明したのは様と言いましたね。様あ何何さまの時の人ですけれども、えっ、ー、ともう一つの意味があって私の愛する人、まあ恋人の意味もあります。 それで、詩や歌の歌詞の中で使われる。時には。この時には様ではなくて、私の愛する人。の意味になります。それで、あの人は去りました。にむかすみだ。こうなりますね。行きました。去りましたという意味です。はい、次の例文。 えっと昨日友達とご飯を食べました。もごしましという文章ですが、昨日おぜ友達と親友はご飯を飯を食べました。もごしましこうなります。おぜ親友は飯をもごしまし食べましたこうなります。はい次、えー、今日はありがとう。 おありがとうございましたっていう意味ですけれども何か別れるときに今日お疲れ様でしたあ今日はありがとうねっていうときに、えー、使われる表現かと思います今日はありがとうございましたっていうのはおぬるんこまわっさよと言いますおぬるん今日はありがとうございましたこまわっさよ過去形ですは要、い、体も使いますこちらはピュンミダタイ えと用体にすると、こまわすよ。こうなります。はい、次。えー、とこれはあ、昨日は日曜日でした。の意味ですけれども、昨日、おじねぬんは日曜日、医療医療スミダでした。ですね。おじゃぬん医療医療スミダ。昨日は日曜日でした。という文章です。はい、次。 もう一つですね「サザンニンケソヌン」という例文ですけれども「社長は土曜日にも勤務されました」という意味です。あ土曜日こちらも「予体ははしょっそよ」こうなります。はい 次の例文ですね。ええー、と、朝あ挨拶するときに、ええー、と、昨日ゆっくり眠れましたかという時の表現です。ああ、ゆっくり休めましたかの場合は。ピョナにちむしゃっそよとなります。ピョナにちむしゃっそよという表現。ええー、休まれましたかという表現です。はい。 えとこれは「ちゅまえチャイルポネショッソヨ」という例文ですがこちらは「週末ゆっくり休めましたか?」という表現ですねこちらもよく使われるフレーズかと思いますが「ちゅまえー、とあ週末,週末ゆっくりチャイよく」という直訳すると「よく」ですけれども「ゆっくり」も使います。ここちらははののというのはよく使われる 言葉なので、えっ、ー、と頻繁に出てくると思いますよ。で、ゆっくり休まれましたかという「ボネショッソよ」お過ごしでしたかという意味です。直訳するとこうなりますか。えっ、ー、と週末ゆっくり休めましたかという意味です。週末잘보내셨어요こうなります。はい。えー その答えとして「おかげさまでゆっくり休まれました」という「休めました」という意味ですけれども「おかげさまでとっぷまた出てきましたね。ゆっくり休めました。ああ休みましたですね。休みました。しよすみだと言います。しだあ休むですけれども「しよすみだ」あ「休みました」こうなります。덕분에잘쉬었습니다 はいえー、最後に例文を一つ見て、えー、初級中参加を終えたいと思います。えっと、この例文はあ冒頭で申し上げた「おんぜはんぐげはすですけれども「いつ韓国に来ましたか」というあ例文ですね。いつ韓国に来ましたかとお聞かれた場合にその答えとして「えー、と昨年」 6月に来ましたという答えが例えばあれあれ答えができると思います昨年、昨年あ、6月に来ましたですけれどもこ皆さんこれ何と読むか覚えてますかえっ、ー、と数字の数え方を習うときに説明しましたね皆さん何と読むかはい、えー、そうですあゆうおると言います昨年ゆうおるへ왔어요

たくさん練習をなさってください。えっ、ー、と今日はここまでにして、えー、また次回お会いしましょう。ではさようなら、皆さんね。